言えば言うほどコニックスがお送りします。はい さあ、これも多かった昨日から、そして今日もということになります。今週、先週からずっと多かったですね。キングボンビーなみちゃん、大政商店、車両部さんからもいただいております。ラハナノタミさん、ラムレーズンさんからもいただいておりました。えー、パインパンマン、この物議が再びさんからもいただいております。大井辛坊の話問題の続きを今日読みました。今回の話を見ると、主な話題は原発のことを隠した国や東電は信用できない。えー、まだ原発に関しての、えー、避難民がたくさんいる、広域な 除染は無理なので、福島に住まない方が良いという感じでしょうかね。前回に続いて物議を醸し出すようなテーマですが、今日の号が発売されるまで、双葉町から、前町長から、そして県からとコメントが出ておりますが、今はこのシリーズが終わってから結論を出すという感じになっているようなので、事後を見てから、えー、改めて物議を、えー、論議かも、えー、議論かもわかりません。ただ、今回の広域な除染は、えー、無理や、 え、それから住まない方が良いということから見れば、えー、福島の農産物が本当に安全なのか、福島に出かけて大丈夫なのかというような不安は出てくると思いますし、また風評被害の話につ,がつながりかねないと思います。あとは、あ来週どのように話を締めるかがちょっと気になるところですと。えー、動物寄礎天ぷらさんからもいただいておりますけれども、もう昨週、えー、去年の秋まで、 東日本大震災の廃棄物の受け入れで焼却処分を行っていた、えー、大阪市でも焼却場近くで約8割の住民が健康不調を訴えているとねの説明表現が掲載されておりましたこの大井新聞のところですね、はいうん、大阪市は事実関係を否定し掲載誌を発行する小学館に抗議文を送り橋本市長は漫画でもやりすぎ作者が取材に基づいていると言っているので 事実なら根拠を示ししししてほいと要求しましたこの騒動に関連して一部ネット上では街頭焼却場があるこの大阪市のこの花区の臨海人工島にはそもそも住民はいるのとネットの上でこれ今なんか話題になってる、はいうん、住民はいるの大阪市が復興支援で受け入れた廃棄物は岩手県のものだったのではとの指摘が上がっていて橋本市長もじゃあこの廃棄物 岩手のものとしながらも、岩手だから安心だというと、じゃあ福島は問題なのかという話に繋がってしまうしということで、うん、ちょっと橋本さんもですね、いやいやこれ、岩手だから、安全ですよ <laughs> と言ってしまうと、じゃあ福島ということになってくるんでちょっと苦慮しているみたいですね、はいはい、橋本さんもね。うん、うん。小学館も取材に基づいたことであ,であろうけれども、多角的に見た取材なんだろうかと思います。知らせてほしいのは真実だと思いますと。まあ、こういうことですかね。うんうん 実際のところだから、本当にあのどうなのかということ、だから取材に基づいているっていうのも、やっぱりあの橋本さんがああニュース、をそうぬんっていうのがありましたけど、どこを取材してっていうのにもよると思うんですよね、うんうん。で、それがあの一部のことであるのか、全体のことであるのかとか、一部であったら何パーセントの話なのかとか、うん。うんうん 本当のところはどうなんだろうっていうのを、私たち、とっても知りたいんですけど、まあ、そのあたりのところね、うん、あの鎌田孝太郎さんからもいろんなこの食品添加物とか残留農薬とか、それから電磁波の問題とかっていうのもいわゆる問題になったけれども、その取り上げ方がです、ね、非常にそのトリック的な、はい、あの趣旨で言うならば、あの数字を上げながらも、実はというようなね、はい、ところのこともよく見ないかんと思いますしということで、まあ、この最後の方にもこの方はいわゆるうごみ焼却場のあるあ 住宅があるのかはさておいてあの質問内容1000人中800人が症状があったと答えたとしてもそれは単にあった程度の事実でしかありませんあれだけの物質あれだけの質問に対する回答の範囲が広いようでは、えー、花粉症やインフルエンザの人も症状があったと答えてしまうことがあるんで何人をどういう症状があったのか、うん、でその症状はその因果関係があるんだろうかというようなことやらねまあこの方もだから、えー、このおいしん聞が少年マガジンの えー、MMR という漫画や、八百井純一氏やら、川口博の、うん、ような番組であったら、正式な抗議は逆に野暮でしょうけれどもね、社会派としての作品をプロデュースしてきたから、ここまで大きくなってしまったんでしょうねまあ影響力がやっぱ大きいですからね大きいですよね、えー、え恋するおじさんから頂い,いておりますあの番、あの漫画は差別や風評被害を助長しようというわけではなく、政府や東電の姿勢を問おうとしてるんだと思います。えー、どんななにか大変な 生活を強いどんな大変な生活を強いられているかという描写は随所に見られます、本当の安全がわからない現在、まず現地の人たちが安心して生活できる環境を築くことが大事、やってるんでしょうかね、ただの同情ではなく、もう少し突っ込んでいるから、波風も。 立つんでしょうけどもね、と。うん。そのあたりのところ。木村平さん。美味しん坊の問題で松本人志氏がえ、作品やからな。あれみんなで作るもんじゃないし、作者そのものであって周りが抗議したってね、これ。外部の人間がストーリーを変えろとか言うのもちゃんちゃらおかしいと思いますけども、と。まあ、いわゆる表現者として、はい、この番組の中でこう答えている。なウたのまちゃんがね。はいはい。うん、ピンピンダラリンんさん。漫画は見てませんが、体調に変調を来す、きたすのはあり得ると思います。そうでなけれ 立ち入り制限空域ななど設定はいいいととと思いますすよということですそれから、坪井食堂小高支店さんは、もう、このままあ、打ち切りにしたらどうでしょうという非常に、まあ、切って捨てておりますね。恋する、さっきも出ました、恋するおじさん、おいしんぼは告発だと思います。あれほどの事故、いや、大被害を起こしたというのに、原発を再稼働させようとする、政府・与党や電力会社、御用学者に対する告発、父として進まない、本当の意味での安全確保と復興。 僕たちにももっと考えろよと問いかけているのではないかと思いますだから僕は支持しますが賛否両論あるんでしょうね黄金ファットさんから頂い,いております去年東北出身のケイシー・さんが某 N 局の番組に出、えー、登場した際福島原発による放射能汚染をネタにしておりました 野菜は良くなったけど、魚はまだダメだ、みたいなことを言っていた気がしますが、騒ぎにならなかったのは放送していた、の、この、番組の聴取率が低いということなんでしょうかね、と。うん。まあ、除雪なら秋には雪、え、春には秋も、え、ごめんなさい。除雪なら春にも雪もやみ、集積してあった雪も溶けてなくなります。除染という作業は、汚染物質や土を集めて蓄積しておいても、消えるまでに相当年 前月がかかりますまあ、してや原発,原発からまだ放射性物質が、えー、漏れ続けている状態です、えー、例えるならば氷河期に除雪している状態、ね、まだい寒いのにバーッと除雪してるけども全部,全部が氷河期やからどうするいうようなことで今そんな状態のような気がします。港のチェさんからも 小学科に抗議、橋本市長も、えー、記者会見で物申しておりますが、それに対して問題の漫画には、えー、岐阜、岐阜環境医学研究所所長と、研究所所,所長として、えー、実名で登場した松井氏は全て事実無根とは被害者に対して失礼ではないかと。 まあそういうあの話が出たよって言ってる人たちっていうのは確実にいるのであって、それを無視するってことは失礼だっていうような趣旨のことをおっしゃってるみたいですけどね。ううね暴れん坊公文さんは、福島のことにつきましてということで、はい、官房長官、自民党幹部の発言には怒りを覚えますと、まあ、この人は自民党に対してのなんか怒り、うん、それから名古屋ののりてつさんはね、えー、所詮漫画のことでしょう、う究極のメニュー対思考、えー、のメニューなんて、口頭無形で、 えー、自民党議員の国会質疑を何が何でも否定したい事実があるんでしょうかね、震災直後の被爆と鼻血についての自民党議員の国会の質疑を何が何でも否定したい事情があるんでしょうかということですが、その木村平さんは、ですねあのこの問題が注目を浴びてますが、一方では事故直後、野党だった自民党、山谷絵理子氏、えー、議員をはじめ、複数の議員が多くの子どもたちが鼻血を出していると。 国会で自民党の人。うん、私自身放射能で毛が抜けて、毎日鼻血が出ていますと。 発言が国会で発言したのは明らかになってきていますよと、うん、この人が漫画で言ってるだけでなくて、自民党議員も、はい、でこの人はもうあの野党の時代だったから言ったけど、今、与党になってから言ってないなというところもですね、うん、あと、現地の人たちもこの漫画に対しては、全然そんなことないのにって怒ってらっしゃる方もいえば、さっきみたいに、いや、そうだって、実際にうち私だって、私の周りだってっていう人も、現地の人たちもいあの両方にちょっとこう分かれてる。うん はい、話が伝わってきてきるので、うん、本当かどうなんだろうなっていうのがねちょっとまだあのまだまだ言い足りないぞという方のお便りがこんなにもありますけれども、はい、え大変たくさんのお便りを頂い,いております。うん